はい、どうもこんにちは、ラクラクラックです。ゼロ濡れガラスの巫女パート24やっていきたいと思います。はい、前回はですね、ミユさんはユリさんを助けたというところで、次はレンさんがね、ルイ君を助けに行こうとしている番です。はい、で、渡り天までやってきました。で、幽霊と戦いながら進んでおります。では前回の続きからやっていきましょう。はい、で、もう一つ前の部屋までやってきましたのでね、で、アイテムを取ろうというところですね。じゃあアイテムを取っていきます。マヨガン、マヨガン、マヨガン、取れた、よし。次はノート。そこに高い女、背の高い女がいたんですけどね、襲ってくるんでしょうかね。ノート、よし、古いノート。あ、民族学者の時期になったんだね。では早速読みます。山中の社で見つけた古き書物にはこの山に起きた最悪らしき記述がある。山を流れる水が枯れ、黒い水に変わる。黒い水は滝となって流れ、淵に沈み、黒い霧となって山を包む。霧落とした日の光は一日を通して夕暮れのように赤く濁ったものとなる。現世と陰世の境界が曖昧になり、黒い霧の中で混ざり合うのだと。今この山には水の濁りはなく、霧が黒くなるようなこともない。この最悪は実際に起こるものなのか、何目のために作られた言い伝えなのか、わからない。もし過去に、起きたことだとしたら、何かの形で沈められたのだ。突如山なりが起こり、山を黒い影が覆ったように見えたとか、川の水が長い 黒髪のように変わったのを見たとか、黒い水が山道を降りてきたのを見たという者がいるが、真は定かではない。今もこの山の水は清らかに保たれている。それは古い言い伝えを聞いた者が見た幻なのかもしれない。幻、本当にこの山は何なんだろうね。いや、現にこんな怪奇現象起きてるわけだから、そういうこともありえそうだね。はい、ではルイ君いるのかな。ルイ君、ルイ、助けに来た。ルイ、ルイ、いない。床に黒い箱が置いてある。箱から何か染み出すように床に黒い染みが広がっている。ルイ、まさかこの中に。怖い。おい、とりあえず見てくれた。おお、おい、おお、ルイ君そっち側。おお、誰誰誰誰、ローバー、ローバーがいる。あの鏡のローバーがいたよ。トワイヤーでおなじみの。何ここ、まさかのルイ君そっち側。ここはどこ。俺はレン。掛け軸が飾られている。何もない。カメラを持ってる。座布団の上に一冊の座布団。やった、新しい手帳の切れ端。神崎、あれ、俺なんて言ったっけ、前榊って言ったよな。どっちだ、神崎なのか榊なのか。字に見覚えがある。神崎、どっちだ。もう漢字わけわかんなくなってる。ここがどこなのか、どうやって来たのもわからない。あいつに電話をかけたのは覚えている。あれが最後だった。あの時あいつが止めてくれれば、俺はここに来なかったかもしれない。もうすぐ式が始まる。俺はもうすぐ終わる。榊だっけ、榊だね。なんで、俺どっちだっけ、とりあえず開けよう。榊だね。俺なんで神崎って言った。ここ開くんだ。ローバーいた場所、ローバーがいた場所。
開くね。何もない。ノートが。あぶねえ。ほんとパッと出てくるからな。床に青い表紙の古い本が落ちて、麻生邦彦と記されている。茶器を作った麻生博士が残したものか。では読みますね。難しいな。西洋の下写真は死者を、着飾りに写したものだ。庶民にとって高価である写真は死後にようやく撮ることができるという。私が写真機を作り弔い写真を撮ろうと思ったのはこの下写真を見てからだ。下写真には単に目の前の風景を記憶として写す以上の意味が込められていると感じた。それは死や魂といった目に見えないものを写し取ることだ。私は自分が求める写真機の制作に没頭した。目に見えぬ 何者かを写し取る写真機。ようやく作品が完成し弔い写真を撮り始めると多くの依頼が舞い込むようになった。いろんな地方を回り、亡骸を写し弔い写真を撮ってきた。弔い写真を写すためにその魂を永久に現世に包めたと感謝された。氷上山のふもと、玉井、鮎川、片瀬あたりでは、特に喜ばれた。箱入り様と同じになったと。だが私が求める写真機はまだ完成ではない。これではまだ見えている光を写したに過ぎない。見えない部分、影の部分をも目に見えるように写さなければならない。そして初めて見えない世界が存在することを証明できるだろう。ああ、この遮影機を作った博士、貴重だよね。で、ここどこなの？反対側から鍵がかけられている。こっち側には、ああ、2階だったんだ、ここ。姉さん濡れたままだったからね、足音がピチャピチャいってるね。靴もびちょびちょなのかな。早く乾かしてくれ、早く乾かしてくれ、今日の日が欲しいよって。何ここ、何、弔い写真が美しかったのに。さっかきこんなに写したの。何かある、あったあった、よし。花嫁選びの書って何。入婚のめ、なんだ、婿、嫁、婿。え、何これ。入婚は、あ、入婚の運は山の外より迎えられる。なんだ、なんて言うんだ。まあ、徳シェバの姿を描きし、エマに相手を選び、意中のものを告げる。結び女は、わかんないよ。の、選びし、徳シェバを呼び戻し、入婚の間にて二人を目合わせる。共に棺、なんだっけ、棺籠に入り、共に終わる相手に選ばれることを、男シェバナたちは待ち続ける。自らは選ぶことができない相手をひたすらに待ち続ける。それは、男シェバナの最後の謎。おお、落ちた。何これ。お筆が貼られた壁や天井の至るところに婚礼をあげる男女の絵が飾られている。渡された縄には無数の赤い布が結ばれている。吊るされたってよね。渡された、これは赤いろうそくに火が灯された祭壇には小さな箱とその奥に婚礼をあげる男女の絵が飾られたむられ、あげられている。壁や天井にも無数の霊魂の絵が飾られているが、どちらも薄汚れており古いものに見える。こっちでいいの？こっちも開くな。じゃあ道、廊下。なんだここ、なんだ、まためっちゃ隅に隠れてた。すっげえ声聞こえる。何かある、あるけど取れない、見えない。よっ、なんだの影にメモの切れ味が落ちている。触れた文字で何か書かれているようだ。怖くて震えが止まらない。だけど行かなくては、彼女を選んだんだから。一緒に終わらなければ、彼女はずっと待ってきたから、待っていたから。こんなか、あー怖え。何もないかな、中に入れない。え
全く分かんなかった。え、今の何？全く分かんなかった。壁しか映ってなかったよね。今の撮ってたらアウトだったかな。部屋がいっぱいあるな。こっちは開くねー。物置か。おしんせいある。こんなところで待って。危ない危ない危ない。さあ来い。もういっちょ。さあ来い。ああ消えないでお願い。やばいやばい。オッケー出した。そこでそこでそこで消えないでね。壁を通り抜けてさらるえ、壁なんて通り抜けてませんけど、俺は。あーちょっとちょっとちょっと何か言おうとしたのもう吹っ飛んだよ今ので。俺はただタンスに手を突っ込んだだけだよってはい、読みます。エヴァにて選ばれた花嫁は有根の花の間にて花嫁花婿だよなと合間見える。陽泉に濡れ黒く染まりしを見て花婿の心が揺らぐことがなければいつ、落ち切りは結ばれ有根はせーなんだする。はい、婿の心が変わり心を違えば男は一人別の箱に入れられる。花嫁は一人新海籠へと戻り再び選ばれることを待ち続ける。なるほど。だからずっと待っていますって。あの花向こう行ってた。ネットアップねー。じゃ、取って。よし。うわ、びっくりした、人形。刀。男性のもの？ここ開けましょう。また別の場所に行くのかな。2階に行くなぁ。こっちは？こっち鍵。多分こっち行った場所かな。うん、こっち行った場所だな。ちょっと一旦戻ろうか。そして、ここの炭素開かない？開くね。よっと。中には何もないか。よし。で、他の道。この正面だな。ここか。なんかすっごい音聞こえるんだよな。何ここ、何ここ。ここはな、何、お食事の場所かな。なんだ、宴席の上座に、公文書が置かれていた。花婿という文字が読み取れる。有根を美味しい花婿の魂は柱となる花嫁と結ばれ、共に神官に入り強き柱となりて流れる。有根の絵馬も、なんだ、わかんない、魂なき花婿の体は、にて祀られる。有根に試みられた男の魂は、谷にて、無縁塚に、祀られる。ムクロは一人、箱に入れられ、体内洞窟の底に沈められ、葬られる。ここもまた、あこのお盆って、うわい、ちょ見えてない見えてない、痛い。オッケー、よし。ちょ待って、このお盆がね意外とね硬い邪魔。いやー、なんで使っちゃった。ちょ近いって。危ない。眠ります？願います？どっち？
あれ、あら、オッケー、こっちが来るね。あー、熱い。オッケー、あー、リロード、リロード。えー、なんでそっちくそ、こっち、こっちね。あなたでしょ。さあ来い。来ない。おいしょい、あぶねえ。毒にさ、あー毒にされたタブルか。よし、待ってきた。ダメだ、映ってない、映ってない。よし、リローディン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 。来るんだろ、来るんだろ。危ない、近い、近い。よし、近い、近い、近い。よし、倒した。あー、強い。オッケー、よーし。ない、このオーブン硬すぎる間からも逃げられないから、はあ、逃げ道を塞がれたよ。またぐくらいしてほしかったこっち行けないな。こっちは舞台裏。うわ、真っ暗だよ。ここ開くね、舞台裏。何かある？何もないから。うん、なんだここ、彼岸花か。うん、何、まさかここで。違う、老婆だ。え、ここでまさかツアー。いらっしゃいました。ああ、お邪魔してます。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。麻生、ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。さ、花嫁が待っておりますゆえ、こちらへ。え、レンさん、なんで麻生さんと間違われてるんだ。さあ、怖いな。遅いなあんだけ早かったのに。それじゃあお信号渡れないよ。こちらへ。あはは、なんでメガネかけ直したええ、怖っ。自動ドア。すっげー白い。ルイくんだよね、やっぱりね。今ルイちゃんだよね。うえい。ルイくん、なぞあなた本当に。目が覚めた。
歩けるか。歩けるか。はい、先生。お待ちしてました。ずっと。リックの様子がおかしい。まあ、とりあえず出よう。多分黒い影はこっちの話の花嫁の方だよね。花嫁の話の方だよね。巫女さん関係ない。あの写真はね、あの女の写真は、あの女の写真は、でも榊さん、俺の中でイケメンだと思ってたけど結構普通な顔してた。イケメンだと勝手に思ってた。なんか普通だったね。あ、もやがかかってきた。あ、ルイ君置いていこう。こっちじゃない。あ、よかった。また右に行くのかと思った。よし、ルイ君も来てる。こっちじゃない。よし、さっさとここを出よう。箱開く？開かないよね。開かないね、ここの部屋。ああ、なんで。え、柳に切られて、眉が消えようとしているのかもしれない。ああ、いや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 。はい、ぬるっと出てきて、こんにちは。あ、ちょ、玄関を映してる場合じゃない。危ない危ない危ない。ああ、腰から下が埋まってるよ。よし。オッケー。あ、危ない。さあ倒せ。あ、やばいやばい。蹴った。よし、来た。どこだ。オッケー、行った。まだか。下か上だ。あー、顔が映ってないよ。はい、だんだん下がってきて。下がって。そうそうそう、いいよいいよいいよ。あー、その上じゃないんだ。よし、来た。あぶね。よし、オッケーオッケー。さあ、ポイントゲット。さあ出よう。あー、違うのか。消えたね。よし、ほい。違うんだ。ここじゃないのか。どこから出ればいい。こっち側空いてるかな。反対側から鍵？やっぱりそっち。ああ、時間となってしまった。うん、ここを取っていかなきゃないかん。じゃあちょっとオートセーブ入るまでやっていこう。こっちに出る場所ってあったかな。おい。普通なんだよ。箱詰めされた男。いや、何も答えてないわけじゃない。よいしょ。よかったなって言ってやったじゃん。結構する俺って。言ってたじゃん。まだ背高い女がいる？いないか。ちょっと縁側の戸板が外れ、外が見えている。周囲は深い森に囲まれているが、ここからは出られそうにない。ここからは出られそうにない。こっち側？ここ？扉には鍵がかけられている。シャイが反応している。お、ここには、うわぁ、写真か。家のように見える。ここに鍵が隠されている。 OK。 あー、敵が効いた。え、蹴ろ蹴ろ。わざとらしいんだ。蹴ろ。うぅ、危ない。
も普通に出てきていいよ。さよなら。よし、さあ来い、さあ来い。オッケー、よし、ポイントゲット。これは壁に手を突っ込んでるわけじゃないんですね。その向こうにある何かを取るために、その壁の何か落ちてね、突っ込んでるわけです決してね、取り抜けてるわけじゃないから。すげえすげえすげえ、射撃の反動ってそんななんだね。結構後ろまで後ずさりしたよ。よし、オッケー、お前の死は無駄にはならない。ここだ、ここだ。オッケー、ほとんど同じ。よし、鍵をゲット。赤錆びた鍵。よし、オッケー、鍵ゲット。来たね、開いちゃったね。渡来刑事がまた再登場。あなたの方がイケメン。あ、違う違う、榊さん。ちょっと待って。オッケー、強い強い。お先生、鏡じゃ使いたくない。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。すげえ、ここに入ると服装までなんか違くなってる。オッケー、また5つ溜まってる。おお、どこ行く。すっごい動きしてる。ちょっとフライングしたけど倒した。これは触れなきゃないな。あ、なんでこっちだな。できなかった。潰れたメモ、小さく潰れた紙片のようだ。何か文字が書かれている。あの写真を見たときから終わっていた。もう逃げられなくなっていた。寂しげな表情に見入ってしまったとき、思わず引き込まれたとき、ちぎりは成立していた。心が動いたら終わりなんだ。有効の相手として選んだことになってしまう。これから行かなくてはならない。彼女はずっと待っていたから。彼女が待っている場所はこの先にある。でも彼女が待っていたのは俺じゃない。そんな気がする。榊、まさか俺噛むとはね。彼女は十兆マッチいっちゃうのかもしれない。よし、榊さんはここで終わってしまったのか。いやー、レンさんちょっと責任重いね。ちょっと依頼したのはレンさんだからね。この写真に見覚えがあるかちょっと探してくれよってそんな軽い気持ちで言ったかどうかはわからないですけど、ちょっと私、その写真を渡してしまったのはレンさんだからね。ちょっと心が痛むね。沢田氏でした。ああ、オッケー。ん、どうした。レイ君、お疲れるよ。すごい。
何だったんだ何だったんだろう渡り手に足を踏み入れた蓮は発見したルイと共に箱の中に引き込まれる。見知らぬ屋敷で目覚める蓮、古い白い老婆に導かれた先には花嫁姿のルイが待っていた。それは生存と死者が、ちぎりを交わす有婚の儀式であった。ルイの姿は黒い着物の花嫁に変わり、次の瞬間二人は渡り亭に戻っていた。渡り亭に戻ったレンとルイは有婚に失敗し変わり果てた姿となった友人榊和也と再会する。榊と共に渡り亭は霧の中へと消えていった。はい、では有婚 SS 初めてだね。ランク S 以上があるんだね。はい、有婚のショーは終わりました。はい、何これ、ミュウさんだ。あー、お母さんを探しに行くのか。また11の雫、よみこでいいのかな、わかんないですけど、次はミュウさんでお母さんを探しに行きましょう。はい、では時間過ぎてしまいましたが、今回はこれで辺で終わりにしましょう。まだルイ君の謎は解けないですね。でもほとんど 100% 女性として成り立ってしまったよね、これでね。でもレンさん気づいてるんだろうかどうかわかんないんですけど、はい、あールイ君はまだ謎のままか、早く知りたいね。どういう存在なのか、とりあえずね、男女はいいとしてもどういう存在なのか知りたいです、早く。はい、では、パート24はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。それがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、ラクラクラックです。楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れ